也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日は、結婚するならどんな人がいいという話をしてみたいと思います。なぜ突然ということなんですけども、僕の話ってこれいつも突然思いついたことを話しているだけなので台本も何もありません。自分で作ったノートを読み返して話すこともありますけれども、運転中なのでノート見ながら話すわけにもいかないですもんね。基本的には台本なしで思いつきで話しているので、今日は結婚するならどんな人がいいかという話をしてみたいと思います。時々こう恋愛相談みたいなものを受けることがあるので、そんな時によく話す内容なんですけれども、例えば好きだから結婚するとかっていうのは僕自身はちょっと違うと思ってるんですね。こう好きだから結婚とか、あとはそうですね、この人といるから安心するから結婚っていうのは要は自分の思いを相手にぶつけているだけなので、相手に何を返しているかっていうのが全くないんですよね。なので個人的にはこうどんな人と結婚すればいいかって聞かれた時に、こう辛い時、相手がですね辛い時とか苦しい時も一緒にいたいと思えるかどうかっていうのが一つ大きいと思うんですよね。こう要は相手を支えるまでは言わなくても隣にずっと寄り添えるっていうのは結婚生活っていう上ではかなり重要なことだと思っています。楽しいことばかりではないですよね。むしろこう楽しくないことの方が結婚してから多いわけですから、そんな中でこう結婚する前はこんなに楽しかったのにとか、結婚するまではこんなに優しかったのにとか言われても、結局生活スタイルが変わったら人も変わるわけですよね。でその中でこう楽しくないくなったからもうあなたは嫌いみたいなのであれば、もう最初から結婚しなければいいって僕自身は思っているので、こう辛い時苦しい時も一緒にいたいと思えるかっていうのは結婚する前提ではやっぱり僕は大前提だと思っています。でその中でどうやって人を見極めるかっていう話なんですけれども、要は人を大切にできるかどうかっていうのが大事なところだと思うんですよね。結婚するってなると生活もあるので、仕事は何をしているかとか、収入があるかないかとか、安定しているかどうかとか、あと相手の親はどんな人かとか、たくさん問題点って出てくると思うんですけれども、本人同士の問題点ってなるとやっぱり人間関係っていうのが大事になってきますから、どんな人か見極めるっていうのはものすごく大切なことだと思います。でその中での見極め方っていうのが、まずは人を大切にできるかどうかっていうのはものすごく大事な条件かなと思いますので、でその中でどうやって見極めるかというか、一つはこうそうですね、家族を大切にしているかどうかっていうのはまず大事ですよね。今からその家族の一員に結婚したらなろうとしているわけですから、家族を大切にしていない人っていうのは、付き合って好きな時っていうのは大切にしてくれるかもしれないですけれども、嫌いだから別れるとかではなくて、こう長くいればだんだんこうその好き嫌いっていう感情ではなくなってくる時がありますもんね。でその中でこう感情が変わってきた時に、家族を大切にしている人っていうのはもともと好き嫌いではなくて、人を大切にすることができる人だと僕自身は思っているので、やっぱり家族を大切にしているかどうかっていうのは結婚するときにはよく見てた方がいいのかなと思います。ただそこってなかなか実際家族と仲良くなってみないとわからないことっていうのもたくさんありますよね。でそこでこう例えば家族のことを全然知らないけど見極める方法っていうのが僕の中ではちょっとあってですね、職場の同僚を大切にするとかっていうのもあるかもしれないですけれども、それっていうのはやっぱりこう仕事モードの自分ですから、もしかしたら普段のプライベートの自分とは違う人間かもしれないので、やっぱり職場でもちょっと分かりにくい時っていうのがあるんですよね。で食事をしに行ったりした時にこう店員さん、要は洋服を買いに行ったりした時も店員さんに対してどんな行動を取っているのかっていうのも一つ分かりやすいのかなと思います。例えばこうファミレスにご飯を食べに行ってお水を持ってきてくれた時に、ありがとうございますっていう素直に出てくる人なのか、それとももうはいっていう形でただもらうだけなのかっていうのでも、どんな人間かっていうのがなんとなく分かってきますし、こう例えば注文を取りに来た時の店員さんの態度に対してどうやって受け答えするのかっていうのもやっぱり人間性というのが出てくると思うんですよね。なので外に出かけた時にお客さんとしてお店の中に入って、店員さんに対してどんな
態度をとっているのかっていうのを見極めるっていうのも一つ分かりやすい指標なのかなと僕自身は思っています。で、店員さんに対してこう、なんていうんですかね、もうこっちはお客様だぞみたいな態度をとっている人間に僕の中にはろくな人はいないと勝手に思い込んでいるので、店員さんに対しても丁寧に接する人っていうのはおそらく誰に対しても丁寧に接することができる人だと思うんですよね。で、そういった人っていうのはやっぱり相手のことを考えて行動してくれる人なので、やっぱりそういった人はいい人が多いのかなと僕自身は勝手に思っていますので、もしこう今からね誰かと付き合いたいとか、こう結婚前提に付き合ってるとか、どうやって見極めたらいいですかとか、この人本当にいい人なのかなとかって思った時に、そういったこう自分の中でのこう見極めるコツみたいなものを作っておくと、人間関係を作る時に失敗しにくくなるのかなと、失敗っていうかこう見極めやすくなるのかなと思います。やっぱり嫌な人とも付き合わなければいけないことがありますし、やっぱり好きな人とずっと付き合い続けたいっていうこともあると思いますもんね。ただそれをどうやってうまく見極めていくのかっていうのは技術だと思いますので、そういった技術を少し身につけておくと今の世の中役に立つことっていうのがあるのかなと思います。なので結婚するならどんな人っていうか課題でお話ししたんですけれども、やっぱり人を見極めるっていうのはどんな時でも役に立つと思いますので、知っていて損はないのかなと思っています。なので、よかったらね、こう家族を大切にしているかどうかとか、あとは一緒にこうお出かけした時に店員さんに対してどんな態度をとっているのかどうかとかっていうのを見極め、あとこう先輩後輩でこうやり取りが違うっていうのも一つ分かりやすいかもしれないですよね。自分はこの人には気に入られてた方が得だって思う人にはこう媚びを売るけれども、どうでもいい人には全然雑に扱うみたいな人はやっぱりこう結婚生活でもしこう大切なものが仕事にどんどんなっていった時に家族をこう雑に扱う可能性っていうのも出てくるわけですから、やっぱりこう人によって態度が違うっていうのも見極めるポイントの一つかなと思いますので、いろいろ人を観察するっていうのも楽しいのでしてみてください。それでは勝也のまもでした。ありがとうございます。失礼します。